それでは始めましょう。まずはタイトルコールから、とてものラジオ第2ボタンシャブ15、ャブ15、今週も始まる第2ボタンよろしくお願いします。 こんな掛け声も作ってみました。<laughs> どうもとてもでございます。えー、この番組はですね、FM797、FM 技能アオキーステーションに、YouTube、ツイキャスでは映像付きで生配信、そしてリスラジ、マイチューナーラジオでは全国またにかけてこの放送が聞けるという、私とてものラジオ第理ボタン、今回でシャープ15になります。よろしくお願いします。えーまあ、今回ですね、私のこの、まあ、 3年ぐらいインスタライブの方で、まあ、やってるあのラジパソという、まあ、そのラジオ番組とで今年の5月からこの番組始まりましたけども自分のラジオのまあ遍歴の中で,ですね、まあ、初めてでしょうね、えー、まあ今週の,あの24時木曜日がですね私ちょっと 用事をございまして、どうしても出れないということになって、それをどうするべきかっていうふうに判断したところを、えー、収録放送をやってみるのもいいんじゃないかということで、初の試みでございます、ラジオ番組、私のラジオ番組で収録放送を流すこととなりました。<laughs> えー、今回はまあね、ちょっと、その24日も木曜日、予想が外れてるかもしれないっていうのもあるんでね、あまり大げさなことは言えないんですけど、ただ、 ま、過去のことはちょっとですね、自分のことビシバシ言えるじゃないですか。中でもですね、もう一つ、あの、言っておきたいというか、もう叱っておきたいっていう人物がいるんです。あそれはですね、まあ、オープニングの、えー、まあ、いつもやっております、このね、コーナーで話したいと思います。ということで、このコーナー参りましょう。今週の一文字トークーです。 はい。私の近況、えー、報告のね、コーナーともなっております。状況を、まあ、一文字で表すのは何ということで、えー、その文字を選んだ理由は何のかというのをですね、えー、トーク形式でお届けするコーナーでございます。えー、今週選んだうちはですね、こちらでございます。ちょっと恥ずしいですね。この文字を見るだけでも、えー。今回選んだ一文字はこちらでございます。バンバン,バン。キという字でございます、えー。私はちょっとびっくりしました。 その叱りたい相手というのはですね、真っ黄色なね、えー、衣装に、えー、染まって、ひょうひょうと現れた、そう、先週のあなたですよ、<laughs> 先週のとてもに私は怒ってまして、真っ赤ならぬ、真っ黄色な、嘘だらけのですね、えー、このラジオ第2ボタン、シャープ14、前回ですね、の放送を、FM 技能版さんの枠を借りてお届けしてしまってるじゃないかと。 いうことなんですよ。どういうことかと言いますとね、まあ,あの最初のオープニング。 トークはですね、全然嘘なんて全くございませんよ。もう10分間、あの、オフィスで、えー、何食べるなんていうふうなこと言ってたら、まあ、ラムネ菓子を見て、で、ラムネ菓子も今はこう瓶型のものではなくって、袋詰めにされているものが、えー、主流となって、頭を使う、まあ、デスクワークしている方たちの、えー、糖分というものを、えー、まあ、摂取するのに役立ってますよ、と。で、自分は何がいいかっていうので、えー、唐辛子のパック詰めしたものを高校時代ストレスがあって、 時ににそれををををスストレスを発散ののたために辛いものを食べたっていうのを非常に楽しんでいて惹かれたっていうね <laughs> その部分全ては本当のこと言っておりますただこの本当なことをずっと言ってなきゃいけないコーナーは次にございます今日もありますけども好き取りの答え合わせがですねまあ僕はえ真っ黄色な嘘をついているというふうに言ってもいいぐらいえー、ミス 脱出してておりましてしかも自分が拾えていないミスもたくさんあったということでここでちょっと、まあ、謝罪も含め、えーまあ、おさらいしておきたいなとちゃんと訂正をかけておきたいなということでこの収録放送だからこそ、まあ、言わせていただきたいという内容なんですがまずは <laughs> タイトルコール後の、えー、部分からちょっと物言いなんですが「<laughs> とてものラジオ第2ボタン始まりました」って言った後に「えー、シャープシャープう みたいな感じでこうちょっと行き詰まっった部分なんですよっていうのも目の前にですねこのまあ Q シートっていの原稿自分で自作の原稿があるんですけどそこに書いていたのが、えー、本来言うはずだったシャープ14ではなくシャープ13というふうにまあ誤って書かれてたんですねただ事前に放送をあの始める直前にですね私14というふうに、えー、あ14じゃねえか何13って書いてるんだよっていうような気持ちを作って っていたのにもかかわらず、目の前にあるシャープ十三を読み上げてしまって、シャープ十三ですかね。よろしくお願いしますって言ってしまったんですよ。なんで？なんであった時、意思固めた。自分より現行のミスした部分を優先する。バカじゃねえの？と <laughs>、最初のところからちょっとミスをしてしまって、本当に申し訳ないということでございます <laughs>。ここがまず一つで、ただ、この後の,このスキドリの。 ところですよたたですただこの答え合わせが絶対ミスしちゃいけないところじゃないですか。しかも自分のね、あの YouTube チャンネルの企画をやらせてもらってい,いのもかかわらずですよ。 このまたもやですシャープ13同様、目の前に書かれていた文字、自分の文字がほん汚すぎてた。最初の第一問ですよ。えー、まあ、稲妻というふうに呼ばれる由来となったのか、それは、えー、稲を育てるためのある要素を とまあ、酸素を結びつける働きがあるから、酸素と結びつける働きを持つ、えー、空気中に、えー、約8割、えー、含まれている、えー、その成分の名前は何でしょう、物質の名前は何でしょうっていう問題の答えがですね、えー、本当は窒素なんですよ。で、しかも問題出すときに、これはまあ中学ぐらいの理科の問題ですから、まあ比較的簡単なではないでしょうか、なんていうふうなことを言ってたんですよ。正解は窒素でした。 っていう風なところが書いてるところがですよフッソになってたんです <laughs> 正解はフッソでしたしかもこのフッソって言ってることを完璧にさっきさっきは14じゃねえかっていうようなこうね、あの今しめというか、えー、注意しとこ注意しとこっていう風な予習があったじゃないですかし,しかしこのフッソと言った時には その,この罪悪感、それは全くなく、もうまるで窒素って言ったかのように、フッ素を言ってしまったと。<laughs> でフッ素のまま、も酸素とフッ素が繋がって、えー、稲が育つような、えー、摂取ができるような働きが生まれるんですよ、なんていうことを悠々と説明して、続いて第2問みたいな感じで、もうミスがないように、当然のように、えー、フッ素というふうに言ってしまいました。空気中の8割がフッ素だったら、 虫歯なんていません <laughs> ま。それはそれ平和ですけども、窒素があるよりも平和かもしれないですけど、稲にとっては全く平和ではないことですから、<laughs> 今回の題してる第一問の問題に関しては、もう100%間違いになってるということを、まあ、悠々ううとこう説明してしまって流してしまう。ミスのことに気づかぬまま、ちょっと、えー、段取りを進めてしまったということで、ここの部分も非常に申し訳ないと。 いう,ふうに思っておりますとりあえず歯にはいいことっていうことただってめちゃめちゃ大嘘を真っ黄色な嘘をついていたということが非常に申し訳ないと思っています。これだけではございません。しかしもう一つ、えー、YKK ですよ。あの 何効果と言うでしょうという問題ですね。えー、自分自身の人間にずっと雷が降りかかったとしても、えー、自分が身につけている貴金属や、えー、傘などにこの放電していって分散されると。それによって被害が軽症のものになるこの効果を衣類に。 えつく金属パーツの名前から何効果というでしょうという問題を出したんですよ現行のところにですねまたもやこの Q シートの準備不足のとこですよ自分のね準備不足もありつつこちら側の準備不足もあってこの <laughs> ジッパー効果という答えをポン 飛んで忘れててしままううう自分とといいいのは非常にに情けないなというふうに思っておりますもう正解、しかも、ジッパー効果っていう答えを思い出すまでの間のトークが、まあひどくって <laughs> ああ、答えはね、確かファスナー効果だったと思うんですけどね、ちょっと待ってくださいね、じゃねえんだよ。<laughs> 何、間のトークで堂々とまた真っ黄色な嘘つき上がってっていうことでね。クイズコーナーこそ真実をね、述べる時間で、 であるにもかかわらずこの2つのフッ素と、えー、ファスナー効果のこの2つの、ね、ミスを犯してしまったという散々な結果に終わった、えー、マッキーロ色んな嘘だけのシャープ14を FM 技能版を通してお届けしてしまいこれはもう総じて誠に申し訳ないというふうに、えー、シャープ15収録中の <laughs> 私とてもからじきじきに。 謝罪させていただきたいなというふうに思います。本当に申し訳ございませんでした。ただ今回の、まあこれからやりますね、スキドリのコーナーの方はミスないかというふうに思いますので、そちらの方ぜひとも楽しんでいただきたいなというふうに思います。まあ、こ収録ですのでね、まあちょっとツイキャスの方はこうリアルタイムで読むことはできませんけども、ツイキャスを あの、つぶやいていただくことはもちろん構いませんので、ぜひともこの後の、えー、コーナー,、えー、楽しんでいただきたらなというふうに思います。ということで、今週の一文字トークはですね、この黄色の木という字で、真、ま、っ黄色な嘘だらけのシャープ14を、えー、謝罪させてくださいというオープニングトークで、まだ前半戦はね、終えたいというふうに思います。それではこの後 CM に入りまして、えー、コラボスキドリ開幕です。 FM797FM 技能キーステーションに YouTube、ツイキャス、リスラジ、マイチューナーラジオでも全国をたにかけて放送中。この時間は、えー、とてものラジオ第2ボタン、シャープ15をお届けしております。本日は、えー、人生初のラジオ収録と, <laughs> ということでございます。生がつかないね、ラジオ収録をお届けしております。 それでは後半のコーナーに参りましょう。こちらをお届けします。とてものラジオ第2ボタンコラボスキドリーよ待ってましたという方も多いんじゃないでしょうか。今回はしっかり答えを伝えたいというふうに思います。私の YouTube 公式チャンネルの方でですね、やっておりますスキドリというクイズがございまして、とてものラジオ第2ボタンだけのクイズを今回は3問。 ご用意しましたまた、あ、テーマに沿ったものですのでね、ぜひとも手元に、えー、紙とペンをご用意していただいて、クイズ感覚でお楽しみいただくのもよし、そして、えー、ツイキャスの方でもですね、えーまあ、答えの方、入力していただいて、つぶやいていただくのもよしということで、えー、ぜひとも楽しんでいただきたいなというふうに思います。さあ、今回のテーマですけども、今回のテーマは、女性アイドル。 の3問でございます、ね、女性アイドルというワードだけでもう何個かこう今流行しているものが浮かぶかななんていうふうに思うんですけども流行にもうついていけないよ いう方々もご安心ください。もうちゃんとその方々にも沿った問題を用意しております。ただね、皆さんにもちょっとこう、ついていけるかななんていうふうな、えー、まあ不安もあるような、まあ、いいラインの <laughs> 問題を揃えたかななんていうふうに思います。ちなみに今回ね、答えがですね、人物名の名前なんですよ。えー、なのでね、まあでもそんなにこう、マニアックなところまではいかない答えだと思いますね。 トライしていただきたいと思います。それでは早速出題に参りましょう。第1問です。えー、2023年6月21日、平成のアイドルシーンを担う、えー、日本を代表する、えー、コリオグラファーが61歳でこの世を去りました。それでは問題です。えー、モーニング娘。 AKB48 の立ち上げから育成指導を行った日本のダンスプロデューサーの名前はどなたでしょうかさあまあここ最近またね特集されることも多くなってきました6月21日61歳でこの世を去りました日本のダンスプロデューサーの名前はどなたでしょうかこれが第1問です続いて第2問 こちらはまあ令和を代表する振付師と言ってもいいんじゃないでしょうか。その方に関する問題です。えー、もう人気となっていますアニメ推しの子の主題歌 YOASOBI の、えー、アイドルでございますけど、このアイドルのダンス動画が、えー、TikTok などで話題となっております。このダンスの振付を生み出した女性アイドル振付師の名前は何でしょうか こちらにヒントはですね、ひらがな2文字です。YOASOBI、えー、のアイドル TikTok の、えー、振り付けを生み出した、えー、女性アイドル振り付け師の名前は何でしょうかひらがな2文字でお答えください。 そして第3問です第3問はまあ平成昭和と遡りましょう、えー、昭和55年10月5日山口百恵さんが引退をされましたその引退コンサートにて歴史に刻まれた演出といえばこのマイクを置くという、ね、演出でございます、えー、このマイクを置く演出なんですけども本人の意思によるもので実はこう決められた演出ではなかったそうなんですね そして時がたち平成末期の時代 AKB48 をですねあるアイドルがですねラストセンター曲を務めた際にこのマイクを置くパフォーマンスを振り付けとして曲を終わりに行うことが当時話題となりましたということで問題です AKB48 センターを務めた楽曲 11月のアンクレットを持ってグループを卒業した伝説のアイドルの名前をフルネームでお答えくださいマイクを置くという振り付けが採用されたセンター楽曲であります11月のアンクレットを持って AKB48 から卒業した伝説のアイドルの名前は何でしょうかこれが第3問です それでは振り返ってまいりまいしょう。第1問モーニング娘。AKB48 立ち上げから育成指導を行った2023年6月21日61歳でこの世を去った日本のダンスプロデューサーの名前はどなたでしょうか そして第2問、えー、アニメ推しの子主題歌夜遊び」のアイドルですが、えー、TikTok などで流行っているダンスの振り付けを生み出した女性アイドル振り付け師の名前は何でしょうヒントはひらがな2文字です。そして第3問、えー、昭和55年、山口百恵さん引退の際行ったパフォーマンス、マイクを置くが、えー、振り付けとされている11月のアンクレット と思って AKB48 から卒業した伝説のアイドルの名前は何でしょうかそれでは5秒前です5 4 3 2 1そこまでお疲れ様でございました さあ、女性アイドルがテーマでお届けしております、スキドリです。えー、答え合わせまいりましょう。まずは第1問からです。えー、2023年6月21日、61歳で今度より去った、えー、モーニング娘。AKB48 の育成指導を行ったダンスプロデューサーはどなたか。正解は、夏まゆみさんでした。 はい。まあ、世代によってね、こう、いろいろな印象を持たれる方多いかな、というふうに思います。やはり、こう、モーニング娘。AKB48 っていうキーワードが、 強くて、えーまあ、平成初期の方の「まあアサやん」という、ね、番組の方では、まあ、あのスパルタ教育指導を行うイメージも強いという、ね、方も多いかと思いますしで、まあ、ここ最近ですと「金スマ」の方で、えー、この,、ね、あの夏まゆみさんの、まあ、話題の触れられたりとか、ね、よく特集されてたと。 かと思います、まあ、まずみみさんがえ第1問の正解でございました続いて第2問です、えー、推しの子主題歌 y 遊びのアイドル、まあ、TikTok で話題ですがこの TikTok の振り付けを生み出した、まあ、オリジナルの振り付けを生み出したえアイドル振り付け師の名前はひらがな2文字で何でしょうか正解は ランさんでした。ひらがなでランと書いていれば正解です。えちなみにアニメ版のね、振り付けは異なりまして、そちらの、まあ、ダンスを務めていますのが、まあ、本職がですね、会社員という異色の経歴を持つ、コタロー・イデさんという、えー、方でございます。えー、ここ最近ですと、まあ 8月の22日ですねに更新されたヒカキンさんのね、えー、動画の方が話題となってますよねアニメ版のものをヒカキンさん自,自身が完全再現するというのが、えー、非常に話題となりましたということで正解はランさんが正解でした続いて第3問です山口百恵さん引退の際に行ったマイクオークというパフォーマンスが振り付けとして採用されている11月のアンクレット と,という、えー、センター楽曲を持って AKB48 を卒業した伝説のアイドルの名前は何でしょう正解は 渡辺真由さんでした。まあ、通称ね、真由でございますね。まあ、ちょっといろいろ、まあ、思い出すことはありますね。あの、派生された、このグループなんか渡り廊下走りたいセブンとかね。<laughs> 僕と同じ23歳の人たちにとってはもう、バッチリこう、小学校、中学校の時に流行ったものかな、なんていうふうに思いますし、卒業後も女優業されてから、まあ、 その後、芸能界も引退されてるという、ね、ことですけども、汚れのないアイドル生活をずっとこう、卒業した後も、こう、なんか、キラキラした、うん、なんか姿を維持していたイメージ、本当に強かったですね、渡辺真由さん。今、もう元気でいたらいいなというふうに思いますね。今回ご紹介した、真、まあ、夏真由美さん、ランさん、そして渡辺真由さんとね、お三方もどの、まあ、世界に行ったとしても、 えー、まあ、きらめいた存在でいてくれたら。 本当、まあ、アイドル好きですから、僕も実は。<laughs> 絶賛、こう、坂道だったりとか、そういうところとか、まあまあ、エンタメ、非常に詳しくなるにつれ、こう、好きになっていくっていう、そういうところもありますんで、非常にやっぱ、アイドルというものはパワー持ってると思いますし、また新しい、こう、芸能界の光が生まれる、兆しというものがね、生まれるんじゃないかというふうに思って期待しております。私も注目しておりますので、皆さんもぜひ、えー、まあこれを機に注目してみてはいかがでしょうか。ということで、今回のとても、あの、コラボ好きどり えー、テーマは女性アイドルと題して3問お届けいたしました皆さん何問正解できたでしょうか以上好きドリのコーナーでしたここで1曲お届けしましょう AKB48 で11月のアンクレット FM797FM 技 FM のキーステーションに YouTube ツイキャスリスラジマイチューナーでも生放送してまいりました、えー、とてものラジオ第2ボタンシャープ 15AKB4811、えー、月のアンクレットを聞きながら お別れでございます11月のアンクレットはですね、まあ、僕の記憶の中では、まあ、これはちょっと間違ってたらまた嘘になっちゃうかもしれないんですけど多分年末の紅白で眞家さんアイドル生活最後の時にこの11月のアンクレットだったと思うんですよマイクを置いてで8の字になった AKB メンバーの皆さんの 間をこう歩いていってっ最後、曲終わる時に、こっち側振り返ってカメラ目線で笑顔で手振ってくるっていう、その姿をこう、テレビ画面全体にという、そのシーンがこう、もう非常にこう笑顔も <laughs>、これが伝説のアイドルなんだ、平成のっていうふうに、思えるぐらい、ありがとうっていう感謝の気持ちを思いながら、そのシーンを目に焼き付けて、ね、ずっと見守ってたなっていうような思い出が、 存分にありますねやっぱこのアイドルっていうのはやっぱ世代によってこの伝説のアイドルの印象とも違いますしまあ思い出というのも全然違くてでその頃の自分って何してたかなっていうところのなんかブックマークみたいな役割を大いにしてくれる存在だなっていうふうにえ思ってますんでもう皆さんも多分こ,うこの名前をアイドルの名前を聞いたらこの楽曲を聞いたら あの頃の頃自分あの時何して,かしてたかなっていうようなこう振り返りみたいなものがねできるようなまあそんなこう大切な存在なんじゃないかなっていうふうに思ったことでございます俺収録放送ややわなんかでもこういうのやっぱ生で語りたいわな疑似生みたいな感じで収録するのややねやっぱこう伸び伸びしてしまうもん <laughs> ということでこちらの放送アーカイブとしてですね マイチューナー、そして YouTube の方で、えー、残してくださるそうなので、ぜひとも見直し、聞き直ししていただけたらと思います。そして来週のシャープ16の方はね、多分おそらく生放送でお届けするかと思いますので、ということで、えー、とてものラジオ第2ボタンシャープ15を声でお別れです。また来週木曜14時にお会いいたしましょう。お相手はもちろんとてもでございました。また来週です。さよなら。